こんにちは、更新 TV 学生リポーターの吉田紗友です。向林健です。今日は中央大学のオープンキャンパスにやってきました。まず最初に参加したのはキャンパスツアーです。自然豊かで広々としたキャンパスを一周します。すぐここに銅像が見えると思います。あちらテミス像と呼ばれる銅像です。ギリシャ神話に出てくる平等を司る女神の銅像になっています。続いて中央大学のガイダンスにやってきました。多くの高校生が入っています。それでは行ってみましょう。9号館のホールではガイダンスが行われています。こちらのブースでは中央大学の魅力について現役の学生が説明しているみたいですよ。それでは覗いてみましょう。こちらでは中央大学の学生が大学の魅力を伝えるだけでなく、実際の大学生活や受験勉強についてなど高校生のさまざまな相談に乗っています。最後にキャンパスツアーを案内してくださった竹林くんにインタビューを行いました。大学の魅力はどういうところですか？やっぱり勉強の環境がしっかり整っているというところだと思います。炎の塔でみんなが司法試験や公務員試験、会計試験を目指しているところが非常にいいところだと思います。高校生活と大学生活で大きく変わったと思うところは何ですか？大学では授業が自由に組めるという点が非常に大きいと思います。空きコマなんかで友達と食堂でなんかダメったりだとか、そういう時間がちょっと高校と違ってちょっと増えたなというふうに感じてます。中央大学は広大なキャンパスでのびのびと勉強できる環境が整っています。図書館やヒルトップ、大きな施設がたくさん整っているので、皆さんぜひ中央大学に来てください。今日は中央大学のオープンキャンパスを見てきました。広大なキャンパスで落ち着いて学習ができる環境は魅力的でしたね。そうですね、中央大学の良さをより知ることができた一日でした。次回の東進 TV もお楽しみに。